にちは、今日はですね、なんか雑談というか今まで作ったバッグをですねご紹介しようかなとか、ちょっとですねすごい量になってしまってですね動画で作った分もあるんですけれども、作ってないのもあるのかな、ちょっとよくわからないですけど、ここに自分がね使わないものは透明の袋があるじゃないですか、ダイソーさんとかで その袋に入れてねクローゼットを直してるんですけれども、小物はですね今日は持ってきてないんですけど、まだバッグもたくさんあるんですけど、すごい量になってきてるので、ちょっと皆さんにねちょっと紹介してみようかなとか思って、しょうもない動画ですけれども動画を撮ってます。でこの中でも今からご紹介するので、お時間がある方がですねお付き合いください。本当に雑談と自分が作ったものの紹介になりますの で、ね、で自分がですね今使っているものだけちょっと最初ですねお見せしたいんですけど、これはね内布つけてないんですけど、これアクリルヤンの2本取りで編んだこのねお花をたくさん上の方にこうつけたこのバッグ、今ちょっと使ってないですね、暑苦しいので春先に1回か2回使ったんですけど、このバッグマルシェバッグっぽい円底の楕円のこのバッグ使ってるのはこのバッグと、それからあとこれですね、リリーコットン、小町のみーちゃん先生が送って小町のみーちゃん先生から送っていただいたこのリリーコットンで編んだこのリングハンドルのこのバッグですね。これも内布はつけてないですけれども、すごいしっかりしてて最近使ったばっかりです。これもねちょっとね好きなので使ってるんで、まあ、これ自分用なんですけれども、これとあとは去年荷造りひも祭りに参加させていただいて、キラリネとコーラルリーフですね、それと荷造りひも、こっち多分キラリネ、こっちがコーラルリーフかな、の2本取りで編んだこの四角底、長方四角の底のこの内布のつけてない分ですけれども、この麻ひもバッグ最近使いました。これ夏場今からですね使えるので、これとそれからですね、あとはこのお花たくさんのこのぷっくりしたですねリングハンドルバッグですね、これちょっと見えないですけどね、これも内布をつけてないんで、あ、つけとったつけとかつけてないかも、ちょっともう忘れているというですね、これはつけてますね、これは使いました。でも最近ちょっとまた暑苦しいというか、これ何ですかね、アクリルヤンなので、まあでも、まあ、使おうと思えば使えるんですけど、このリングハンドルバッグ、これですね、これを何回か使いました。で今もう一番愛用しているのがこれ、何年か前に編んだこのものすごく大きいこの麻ひもで、それこそこの間編んだ麻ひものホームセンターなふこさんで買ったこのベージュというか、この糸色が少し違うのかな、これホームセンターなふこさんのじゃないのかな、ちょっとごめんなさい、もう何年も前なので覚えてないですけど、なふこの麻ひもだと思うんですけどね、ちょっとわからないですけど、これ大きいんですよ、これもう今愛用してるので、もうボロボロ、もうお花もほらもうなんかお花もなんか毛羽立ってきてる感じするんですけど、これ大きなマルシェバッグなんですよね、こんな感じで内布のついた、これを今からの時期は使ってます毎年。だから、まあ、今からはこれとこれと、あとこのごめんなさいリリーコットンのこのバッグを使うんじゃないかなと思うんですけど、あとはそのね自分の好きなジェフリーのバッグとかそういうのを使いたいんですけれども、もう私が今作ってるのは本当にこれだけなんですよねそしてこの間友達の子供ちゃんに作ったこのポシェットですけど、内布をつけましたので、完成したので、明日ね、実家に行くときに持っていきたいと思います。このミントグリーンのこの
白のドット柄にしました。やっぱりつけると全然違いますね。あのしっかりした感じが。これはプレゼント用に明日ね持っていきたいなと思うんですけど、まだあのめいっ子とかにもですねプレゼントするのを全然会えてなくて、プレゼントしてない小物とかもたくさんあるんですけれども、もうそういうのはお見せしてたらもう時間が相当かかっちゃうのであれですね、お見せできないですけど、あとはこれこの間作ったこのレトロポップなですねお花をつなげて、このマチ付きのリングハンドルバッグにも内布をつけましたので完成です。ここですね、これも完成しました。これも自分で使おうかなとか思いながらも、なんかやっぱりこう置いてる感、多分置いたままになるんじゃないかなと思いながら内布はつけたんですけれども、今からねご紹介する中で何点かですね、なほ姉さんの、七夕ライブリレーで、七夕チャリティー販売会っていう企画がありまして、それにねインスタで何点か、出品させていただいてるんですけれども、でももう本当何個かです、6個ぐらいかな出品させてもらってるんですけど、これは、ショルダーですね。これはどこかな、手芸屋さんで買ったこのショルダー紐、どこ東海さんだったか三角屋さんだったかちょっと忘れたんですけど、もしかしたら三木さんかもしれないです、はっきり覚えてないのでごめんなさい。でも 100均ではないですね。でこれボタンね、マグネットボタン、ここつけて内布つけて、内布はもう普通にベージュのなんですけど、ポケットをね2つつけて、こんな感じのねお花モチーフをつないだ、このね暑苦しいですけどファーが冬場に作ったと思うんですけど、多分年末あたりに作ったものじゃないかなと思うんですけど、まあ、綺麗にね入れて撮ってるので直してるので、でこれはダイソーさんの底板を使って編んだものです。本当にね今日の動画は今作ってて、溜まってるしたらおかしいけど、直してるもののご紹介になるので本当にねお時間ある方はね、お時間ない方はねスルーされてください、当たり前ですけど、面白くないと思うので。で今お花続きできましたけど、あとはこの間のこれですね、この麻ひものレトロなバッグも、この結構ねインスタにアップしたら皆さんから褒めていただいて、ちょっとああもう手が痛かったとか思ったけど完成できてよかったなとか思います。結構ね本当にね多分写真とかこの動画では伝わらないところもあると思うんですけど、結構本当これ頑張って編んだんですよね。でもなんか、ま、自分で可愛いって思ってもなんかやっぱり自分で使わないものも結構ありますよねこれもほらなかなか内布つけたのに、このね開いた感じの前がこんな穴が開いた感じの内布のつけ方っていうか、そういう動画を出したのかな、よく覚えてないんですけど、つけたのに使ってないんですよこれはジュートキナキナリかな、セリアさんのキナキナリで編んだバッグなんですけど、これもねちょうどいいサイズなんですけどね、今からぴったりじゃないですか。でも なかなかやっぱり自分が使うものって使いますって動画では言いながらなかなか使わないものが多いですね。あと一つですね、これは動画で編んだんですよね、パティシエの赤系というか、レトロじゃない方ですね、名前がレトロって、これがレトロの方なんですよね、パティシエのこのグリーン系のこれが、でまたもう一色違う糸なんですけど名前忘れましたけど、それをちょっとごめんなさい、また忘れたけど一玉か二玉で編んだものかな。で本当はここですね、どうやったろう、編み直したのかな、ここごめんなさい本当覚えてないです。ここですね、本当はもう少し大きめのこのブラウンのリングハンドルをつけてたんですけど、どうも納得がいかなくて、
ハンドルだけがやっぱり大きい感じがしてですね、納得いかなくて、これに付け直したんですよ。この透明のダイソーさんのこの小さめの、透明は小さめのがあるんですね。このクリアのタイプは少しだけ小さめのこの持ち手があるので、それに付け直したんですよ。そしたらね、ちょうどいい感じになったんですよ、あのバランスがですね。でも内布とかはまだ付けてなくて、でも全然何も使うあれがなくてですね、もう本当に綺麗に、あの昔で言うタンスの肥やしになってる感じですかこれもそうなんですけど、あとはこれですね、これも今年の、荷造り紐、これは、ミルフィム新色、あもう新色じゃないのかな、またこれより新色が出てたと思うんですけど、この新色、前私が動画にした時は新色だったので、多分新色でって書いてると思うんですけど、このボタンをつけてですね、ミルフィムの糸と、あとこれはラッピング用の麻紐、ちょっと細いですね、麻紐、こっちの麻紐の方が編みやすいんですよね、普通のよりなのでこれ合わせて、あの内布はつけてないですけれども、作ったこのバッグも全然使ってないんですよ、ね、せっかくこの前の職場の先生から作ってもらったこの可愛いボタンも、あごめんなさい動いちゃったけど、こんなボタンもつけてるんですけど、全く使ってないのがここにまたあって、もう一つ今年荷造り紐もう一個作ったんですけど、これはまたキラリネとかパフェ、セリアさんのパフェかな、それとあとここら辺はもうあのちょっとモコモコしたキャンドゥさんで買ってた糸、もう名前全然わからないですけれども、そういうので作ったね、この巾着風の、ごめんなさいガチャガチャ言いますね、リングハンドルバッグなんですけど、内布はついてないですけど、これも使ってなくて置いたままになってますここねビーズつけてですね、絞れるようにしてます。これもすごい可愛いんですよね。あとこれもね使ってないですけど、これは交換便でいただいてたエコアンダリア、去年いただいてたのが、あの作ったんですけど余ってた分、それとこのミルフィムと、これもエコアンダリアですけど合わせてね、作ったこのバッグ、これもまだ全然使ってないです。使おうと思いながらね、なかなか、これもね内布をつけたいと思うんですよね。でもなんかそこまで行く時間がなくてですね、このお花は取り外しできるので別にねつけなくても全然可愛いと思うんですけど、これも全然使ってない状態ですねこれはでも使いたいですね、この色合いが好きなので、こういう色合いが好きなのでこれは使いたいなとか思うんですけど、でも使うなら今ですよね。だから内布をつけないといけないんですけれども、まだつけてないです。あとこういうのも、これはメランジと、なんだろう、もう覚えてないですけど、メランジとキラキラしてるから、んーダイソーさんの、わかんないですね、なんかキラキラしてるのが入ってますね、何かと引き揃えて、多分これメランジだと思うんですけど、円底のこのお花をつけたね、このリングハンドルバッグなんですけど、これはこのねカラフルなというか淡い感じのドット柄の内布をつけてるので、こう本当にすぐ使えるんですけれども、なかなか作るばかりでこれもメランジです、これもメランジと思うんですけど、このねボーダーの、そしてここ飾りにこのボタンをつけて、ちょっとねレースをこうつけてみた、この涼しげな内布をつけてるんですけど、これポケットもついてるんですよ、ここ2つ。でもこれは全然使ってないどうするのって感じですけどね、家にねどんどんこう溜まっていっちゃうんですよね。これもあれですよ、これミックスロールでしたっけ、東海さんの、それでシェル模様のバッグですね。これは交換便でいただいたこの底板、100均とは違いますよ、こういうのついてるから
こういうのついてるのでちょっと違いますけど、これもこれ取り外しができるお花を、余ったミックスロールのグリーンの部分と、これはなんか茶色、もともとできてた何個か入りのセリアさんのお花なんですけど、これをつけて、このボタンもどこかで買ったボタンを貼り付けてる感じですけど、これもうちのはついてるんですよね。こういうのもね、全然使わなくてもったいないなとか思うけど一人でこんな使えませんもんね。であとはこれですね、これももう冬ですけどね、何かな、これも前の去年のかな、去年のミルフィムと、あとこれはアクリルヤン、2本撮りなのかな、違うかな、1本撮りか、アクリルヤンでこう模様編みして、このセリアさんのねショルダー紐もつけれるようにしてですね、うち布もしっかりついてるんですよ。でポケットもつけてるんですけれども使って使わないタンスの、もう本当、今なんて言うんだろう、昔タンスの肥やしって言いませんでした、タンスの中に入ってるだけみたいな感じで、あとこれもですね、これも全然なんか使わないです。これはもう何年か前じゃないか、 YouTube 始めて少しぐらいした頃かな、パフェで、パフェの2本撮りかな、それで編んだこのバッグなんですけれども、これはもう取り外しがで、あ、これ取り外しできますそれすら忘れてますが、でここね、あのファーで編んだのをつけて、うち布もしっかりつけてるんですけれどもなかなかね、なかなかですね、編んでもですね、動画で編むことが多いので、もう自分用のだけじゃないじゃないですか、何個も何個も編むからですねでこれはバンビーノで編んだものですね、バンビーノとアクリルヤンで編んだ、このこれ可愛いんですよ、すごく可愛いバッグなんですけれども、模様編みもプクプクして可愛いし、このお花は取り外しできませんけれども、内布もこのピンクのハート柄で、ポケットとかはつけてないんですけど、こんな感じでね作ってるのありますけど、あとこれもミックスロール、ミックスロールとアクリルヤンを2本取りで編んだこのハート模様のこのバッグ、これはもうなんか無地のピンクの、内布なので、ポケットとかはもう何もついてないですけれども、 すごいね可愛いんですよ、可愛いけど可愛いけどですよ可愛いけどなかなか持たないというですね。でも本当これ可愛いんですよね、色合いがなんかこう涼しげな、私この色好きなんですけどね、こういう感じので、じゃあ使えよって感じですけど、なかなか使わないんですよ。動画で撮っても、ね、動画でこうね、動画編みながら撮ってもですね、もう私一人しかいないので私一人しかいないのでって当たり前ですけど、一人しかいないのでなかなかね、持つって言ったらもう限られてるじゃないですか。でこれもあのバンビーノ一回ほどきました、これはなんか失敗して、そしてこのダイソーさんの四角い底板で、このショルダーバッグですね、ショルダーバッグ、このピンクのドット柄、これでここでボタンで、ボタンというかこれはヘアゴムですけど、でね、止められるようにして、これも模様編みで可愛いんですけれども、でこのセリアさんのこのねショルダー、レザー調のこのショルダーチェーンですかね、これをつけて作ったのもあるんですけど、まあ私には似合わないかなとか思いながら、でもね可愛いんですね、このバンビーノのカラー、もう何番とかいうのも忘れたんですけど、やっぱりなんかこう明るい色ばっかり、結構明るい色ばっかり編んでるんですよね。あとは最近編んだのはこれなんですけどね、これ私インスタでもご相談したんですよね、やっぱりねこれ何か入れるとピローンって伸びるんですよ、ピローンってなんかヒヨーンって伸びちゃうんですよね。だからどうしたらいいですかって、何かいい方法ありませんかみたいなことを、インスタのストーリーでご相談したら、まあ、いろんな、なんかアイデアをいただいたんですけれども、
結局まだねそこまで取り掛かってないんですけど、でもこのままでも十分可愛いですよって言ってかれ、ね、くれる方もいて、なんかだからもう軽いもう毛糸糸とかを入れたり家にねこうかけておく、なんかちょっと入れるのにこう家にこうか持ち歩くのではなくて、まあ、キッチンとかでも袋とか入れるのゴミ袋とか入れるのにこうかけておくのもいいかなとか思ったりしたんですけど、うち布つけるのもですねあれだしとか思ったんですけどね、これまだ全然あのご相談していろいろ本当にいろんなアイデアをいただいたんですけれども、まだ手づかずの状態です。でも持ち歩くのはこれではちょっとって感じですね。動画にはしたんですけれども、本当になんかちょっと入れたらこうピンピローンってなるって伸びちゃうんですよ。だからやっぱり家に置くのだったらいいかなとか思って、まあ使いたいね糸とかをこの部屋でいつも編むので、次に使う糸をこの中に入れてそこら辺にポンってこうかけておくような、まあそういう感じで使おうかなとかも思ってます。色とかすごい可愛いのでこれはね使おうとは思ってます。糸か、まあ、袋とかそういうもう本当に軽いものを入れて置くのにいいかなとか思うんですけど、まだねいろんな本当にアイデアいただいたのでちょっと考え中なんですけど、内布つければですね外にでも持って歩けるんですけれども、ここもですね伸びるかなとか思ったりもするんですよね。麻紐とかでこう編みくるめばよかったのかなとか後になってですね動画を出した後で思っちゃいまして、でもこれも可愛いんですけどまだ使ってないです。これね最近何でしたっけ、シフォンケーキのカラフルジュレで編んだものなんですけれどもね。でこれはもう本当にミニバッグですね。もうお財布も長財布は入らないですけど、折りたたみ財布とスマホと何かなキーケースぐらいなら入るちょっとしたバッグですね。これは、ダイソーさんの底板、楕円形の底板と、これはラッピング用セリアさんのラッピング用の麻紐。この麻紐結構編みやすいんですよね。このくらいの麻紐がなんか普通に出ないかなとか思うんですけどね、カラー麻紐というか100均でもう少し巻きがあるわがままですけどこれですね。それとミルフィムで編んだこのバッグですね。持ち手の部分もちょっと可愛くしたんですけど、内布をつけようと思うんですけども、これもまだ内布はつけてない状態ですね。これも可愛いです。可愛いからあるんですけれども、あともうこれも、もう全然冬に作ったやつなのでめちゃくちゃ暑苦しいですけどアクリルヤンをねこういろいろ合わせて、多分在庫のアクリルヤンかな。これ結構しっかりしてるから2本取りで編んだのかなとか思いながら、これファーがついててもう本当暑苦しいですけど、お見せするのもね見るのも暑苦しいかもしれないですけどすいません。で中は普通にこのベージュのポケットも何もつけずに、うちのはつけてます。だからしっかりしてるんですよね。でこれ長財布も入るんですけれども、まだ置いたままの状態です。わかりますよね、冬編んだってね今編まないですよね、こんなファーで。こういうのもね袋に入れたまんまだったので、もうかなり溜まってきているので皆さんにちょっと見てもらおうと思ってですねであとこれもね麻紐、ブラウンの麻紐とこのポンポンコットンがですね家にあるのを組み合わせてボーダーで編んだこのバッグにも内布をつけました。こんな感じでですね、これもしっかりしているので、これも長財布も入るしですね、これ形すごい可愛いんですよね。こんな感じのねポンポンコットンのこれもですけど、これもまだ全然、あこれはそうですね、インス、あそうこれは、チャリティー販売会に出品させてもらっているんですけれども、あとはこの帯紐を使った持ち手にですね、持ち手に帯紐を使ったこの麻紐のバッグ、これももう全く使ってないんですよね。可愛いんですけどね、これも絞ってるようですけど、こう入るんですよね、いろいろ。
で、ここマグネットボタンつけてるので、ここでパチンとねしてもらったら入るんですけどね、なかなか使わないですね。自分で編んでもですね、動画で編んでもそんなに使えるものじゃないですよね。毎日毎日そのバッグをね、とっかえひっかえ持っていくわけでもないので、これもね、かわいいというか、まあかわいいと思うんですけどね、うち布もなかなかかわいいのでね、どうかなとか思うんですけど、まだまだ全然直したままの状態です。あとはこれですね、これもね、自分で使おうと思ってるんですけど、これもね、うち布つけてしっかりしてるんですよ。これソックヤン、これも多分 YouTube 始めた頃に作ったものだと思うんですけどね、このガマ口のようなこの持ち手でですね、ここ編みくるんで、あ、ごめんなさい、音がうるさいけど、ここずっと細編みで編みくるんで作ったものなんですよ。これも長財布も入るし、もうめちゃくちゃ好きな花がたくさんついてるんですけれども、これもですね、全然使わないんですよね。これソックヤン一本取りで、これ棒針で編んでるんですよね。どうやって編んだんやろ私本当になんかもう覚えてないぐらいなんですけど、これもすごい可愛いんですけどね、なかなかもう置いたままの状態ですね。こういうのすごい可愛いんですけどね、自分が使えばいいんですけど、なかなかしか言ってないですけど。あと最後はこれですね、これは布バッグになるんですけどね、もうこれ動画で多分作るとこはお見せしてないと思うんですけど、動画で紹介はしたと思うんですよね。ここにサイドはこのもう全部いろんな生地を合わせて作ってるんですよね。もう中もこの内布も全部、こっち側もですけど、本当にいろんな生地で作ってます。歯切れというかですね、家にある、もうでも時間は結構かかってるんですよね。可愛いけど、でここサイドには500のペットボトルが入って、ここにも大きなポケットがあるので、ここにもね、いろいろ入るんですけど、中にはポケットつけてないんですよ。もうでもこのレトロアニマルの生地を水色と、こっちはミントグリーン、サイドはですね、これで、あとレースとかもいろいろつけて、いちごと大好きないちご柄とか、この文化人形、これで作ったあの歯切れシリーズももう3つで終わってるんですけどね歯切れシリーズを続けますみたいなことを言ってたのに、ここで終わってます。もう疲れて巾着と、今日は雑談なので聞いてくださいね巾着と、あとランチバッグと、今もう持ってきてないですけど、ちっちゃなポシェットとかも、巾着、編んだ巾着とかも本当いっぱいあるんですけれども、まだバッグもすごくあるんですよ。でも、まあ、一応こう上というか、こう最近のものをここに持ってきてるだけなんですけどね、歯切れシリーズも続けようと思いながら、やっぱりこういろいろこうパッチワーク風にするのって結構きついんです。きついからここで止まっちゃいました。続けますとか言いながら、え、もうないのみたいな感じだと思うんですけれども、もしね、覚えてていただけてたら、え、もうハゲレシリーズないと？とか思われるかもしれんけど、ないんですよね。作ってないですよね。なので、なんか本当に今ね、家にあるものがたくさんあるんですけど、どれとかはちょっとあれですけど、6点ぐらいですね。なほ姉さんの七夕ライブリレーの、最初言いましたけど、七夕チャリティー販売会っていうのにインスタで、出品させてもらってるんですけれども、ありがたいことにですね、何人かご応募していただいてですね、本当にありがとうございます。お声をねかけていただいたので、もうギリギリで参加させていただくことになりまして参加させてもらってます。でもね、こんなにたくさんどうするのって、動画で編んでる
のがほとんどだと思うんですけれども、動画で編んでないものもねこの中にはあると思うんですけど、動画でね編んでるのもなんかこう適当に編んでるように多分私下手くそだからそう思われるかもしれないですけれども、本当にねあれ何回も何回もやり直してですね、でもねなかなかね全部こう見たらまだ他にもたくさん本当に見ていただきたいんですけど、 なんかね自分で言うのなんですけどね可愛いなと思うんですよすいません殴ってください、もう本当私の口癖が可愛くないですかっていうのが多分口癖みたいでですね、よくあの真似をされるんですけれども言ってるんですね、あの編集とかでこう見ててもこれ可愛いでしょ可愛いでしょってよく言ってるって、多分あのムッとされてる方いるんじゃないかなとか本当に思うんですよね、自分で作ったってそんだけあの絶賛するなみたいな感じですけれども、やっぱね口に出ちゃうんですよね、あの本当にあ大丈夫かな、これで大丈夫かなとか思いながら編んでて、本当に完成できた時めちゃくちゃやっぱ嬉しい、皆さんそうだと、編まれてる方とかこの作られてる方ってねそうだと思うんですけど、めっちゃ嬉しいですよね、でやっぱり本音が出ちゃうんですよね、他の方から見たら全然可愛くないかもしれないんですけど、やっぱり自分が一生懸命こう編んであのやり直して作ったり、なんかこう考えながらここはこの編み方でここはこの編み方でとか目数とかも間違ってほどいてみたいな頭の中のイメージであのこう編んでいくので、ここはこういう編み方を何段するとか、あ何段編みすぎたとかほどいたりまた編んだりして、やっぱりこう完成するとですね、あの皆さんから見て何それって思われるような作品って言ったらもうちょっとあの偉そうですけれども、子だ、ね、そんな子でもやっぱりね自分がこう生み出したというか、自分がね編んだものはね可愛いってちょっと連発してしまうことがあって、皆さんあの不快に思われる方も思うと思うんですけれども、私の口癖だと思ってね、あのそこはちょっと流していただけたら嬉しいです勝手にね自画自賛してるだけなので可愛くないですかって多分あのこれ口癖みたいですね申し訳ないです、でもねあの多分これからも編んでたら編んで完成するときっと出てくる言葉だと思うんですけれども、その割には使ってないというですねでもこんなに使えないですね、やっぱり動画撮ってると何個もやっぱり動画をね撮りますから、なかなか使えないですよね、これだけのものプレゼントしたものも結構あるんですよね、今からプレゼントしようと思うものもたくさんあるんですけれどももうどんどん溜まっていっちゃうので本当に、ね、また多分今から動画をねいろいろ撮っていくと思うので、小物類とかはプレゼントしたり、もしまたミンネで、再開するようなことがあればですね、あのおまけにもらってもらったりとかしようかなとかも思ってるんですけど、まだそこははっきりね言えないですけれどもあの再開しますとは言えないですけど、皆さんにね使っていただければなとかも思ってます。でもまたどんどん編んでいきますよ見てくださいねこれを嫌にならずに嫌にならずにというか、皆さんどうされてるんだろう、編んだものは使われてるんですかね、ちょっと他の YouTuber さんに聞いてみたいですね。使うものってやっぱり限られてると思うんですよね。自分が使うものってね、結構限られてますね。本当にもうこれだけはもう、このバッグだけはもうね、ずっと使ってますね。何年使ってるんだろう。もう YouTube 始める前からのものですからね。って結構大きいから、相当入るんですけど、使ってますね。あとはもうこれですね、これはもうどんどんまた使いたいですね、やっぱり花がついてるのが好きですね、これはねもうこのリングハンドルバッグはねどんどん使っていきたいなとか思ってます。なんか今日はこんなねしょうもない本当にあの面白くもない動画になりましたけれども、
ね、今 YouTube を始めて編んできたものをですね、ちょっと振り返ってみようかなと思いまして、もうこれ以外のものは何回も言ってますけどたくさんあるんですけど、こうやって振り返ってみたら、あーなんか YouTube 頑張ってるんだなとか思ってしまいます。今日本当雑談にしてはね長いかもしれませんけれども、ちょっとねお話もたまにはねお話もいいかなとか自分でですね、この間の朝ひもが相当疲れたので本当に手が痛かったので、ちょっと今休憩中なので、今日はねこんな感じで雑談しながら、今までこう編んできたとか作ってきたものをこうね皆さんにこう見ていただきたいなと思って、動画もいっぱい出したんだなと思いながら改めて思いました。そしてね皆さんから本当にいつも応援していただいてね、コメントとかもたくさんいただいて本当に感謝してます。これだけ作ってきましたけど、まだ今からもまたねこの朝日もこう手が 痛いの、今はそんな痛くないんですけど、ただ気分的に疲れてるだけなんですけどね、またね編みてどんどん編んでいくと思うんですけれども、また新しいお花のモチーフとかも編みたいなと思ってるんですよ。でもねそれは試作しないとやっぱりできないから、ちょっとねそういうの今のうちにちょっと試作してみようかなとかも思ってます。今日はこんな本当面白くないかな、すいません面白くなかったでもねどうしても見ていただきたかったんですよね。こういうものも編んだんですよって言って皆さんとね振り返ってみたかったんですよね暑苦しいものもありますけどね。なので今日は雑談と今まで編んできたもののご紹介というかね、見ていただきたくて動画に しました。なかなかねこういう動画が撮る機会が最近なかったので、雑談もしたいなと思ってたので、ちょうどいい今ちょうどいい機会かなと思って撮ってみました。でたまたまねバッグもたくさんあるのが見つけたじゃないけど あるので一緒にご紹介できたらいいなと思ってご紹介しました。インスタとかでも私の作品編みましたとかね、本当にね私より全然本当にすごく素敵なものをね編まれてて、もう本当見るのがすごい楽しみなんですけれども、本当にありがとうございます。応援していただいて本当に励みになります。コメントとかもですね、これからも今日はこんな動画ですけれども、またねいろんな糸でいろんなものを編んでいきたいと思いますので、また見ていただけたら、遊びに来ていただけたら嬉しいです。次はね何かまた小物かもしれませんけれども、お花のモチーフか小物かまだはっきり分かんないですけど、編んでいきたいと思いますので遊びに来てください。今日は雑談と、今まで編んだバッグ、ほんの一部になります。小物とか合わせたらまだまだたくさんあるので、ほんの一部ですけれども、ご紹介を見ていただきたくてご紹介の動画になりました。面白くなかったかもしれませんけれども、最後までもしねお付き合いいただけてたらありがとうございます。では次の動画ではまたお会いしましょう。今日も最後までありがとうございました。